メディジェニックキーボードは病院内での集団感染を防止することを目的としてロンドン大学病院と共同で研究開発された製品です。これによりイギリスの医療システムで用いるキーボードの標準化が進みました。ロンドン大学病院が米国感染制御疫学専門家協会主催の学会で発表した臨床研究によると、細菌の繁殖を抑えるためにはシリコン製のフルフラットな形状で清掃のタイミングを知らせることが有効だと分かりました。キーボードには柔軟性と防水性のあるシリコンカバーが装備されています。カバーの表面は病原体の隠れる隙間を作らないようフルフラットなデザインになっており、病院で使用されているクリーナーで簡単に拭き取り作業が行えます。とても薄くて柔らかい素材のため、カバーを通しても問題なくキーを感じることができます。ロンドン大学病院の調査で普段と変わらないタイピングスピードを維持できることが分かっています。メディジェニックキーボードは特許を取得した清掃アラームシステムを備えており、 LED を点滅させて清掃のタイミングをお知らせします。またキー無効化ボタンで簡単に清掃が行えます。拭き取り終わった後は再度ボタンを押せば電源がオンになります。清掃アラームのない医療用キーボードは定期的に清掃が行われにくいため、驚くことに一般用キーボードと同程度の細菌が存在していました。それに対して清掃アラームのついたキーボードでは清掃ルールの遵守が3割弱から9割近くまで改善されました。もう一つの特徴として、キーボード右上のボタンでバックライトの明るさを3段階で切り替えられるので、薄暗い手術室や読影室でもキーを確認することができます。メディジェニックキーボードは感染管理を念頭にゼロから設計され、10年以上にわたり病院スタッフと患者のニーズに応えてきました。深刻な感染症が起きた時のコストを考えれば、たくさんのキーボードを購入したとしても投資は一度だけで済みます。感染率の低下と患者さんの早期回復のために、メディジェニックシリーズのキーボードとマウスをぜひお役立てください。